松本剛は、埼玉県川口市出身のプロ野球選手、宇と右打ち、北海道日本ハムファイターズ所属。川口市立青木北小学校1年生の時に、青木田サンクスで野球をスタート。川口市立青木中学校時代には、公式野球チーム、川口リトルリーグの一員として、世界大会での準優勝を経験した。その一方で、 中学校では陸上部に所属。埼玉県大会の400メートル走で優勝したこともある。帝京高校への進学後は1年生の春からベンチ入りを果たすと同級生の伊藤拓郎投手と共に1年夏の選手権全国大会へ出場。松本は8番遊撃手として全3試合にスタメンで起用されると通算で2盗塁打率。 200という成績を残した。2年春の選抜大会でも6番遊撃手として全3試合にスタメンで出場。通算打率333、1投類を記録した。2年秋の大会後から首相に就任。3年夏の選手権東東京大会では通算3本塁打、12打点打率593と好調で、 チームを2年ぶり12度目の全国大会出場へ導いた。全国大会では4番遊撃手として全2試合にスタメンで出場。通算打率444、1本塁打4打点1盗塁と好調を維持した。花巻東高校との1回戦では後に日本ハムでチームメイトになる大谷翔平から決勝の敵地打を放っている。 ヤワタ商業高校との2回戦では、先制の本塁打を放ったものの、チームは9回に逆転満塁本塁打を起死して、敗退した。2011年の NPB ドラフト会議で、北海道日本ハムファイターズから2巡目で指名。契約金6000万円、年俸600万円という条件で入団した。背番号は12。この会議では、同級生の伊藤も、 横浜ベイスターズから9巡目で指名。後に入団している。2012年には、イースタンリーグ公式戦で、チーム最多の103試合に出場。リーグの規定打席に到達したが、通算打率はリーグ21位の225で、守備面でも遊撃手部門で、リーグ最多の28失策を記録した。2013年には、イースタンリーグ公式戦57試合に出場。 打率254、3本類打、16打点という成績を残した。10月4日の対福岡ソフトバンクホークス戦で8番3塁手としてスタメンで1軍デビュー。以降も1軍公式戦1試合に出場したが通算5打数無安打でシーズンを終えた。2014年には1軍公式戦への出場機会がなかったものの、 イースタンリーグ公式戦には92試合へ出場。2年ぶりにリーグの規定打席へ到達したが、2類種部門でリーグ最多の12試作を記録した。2015年には4月7日に2年振りの出場選手登録を果たすと、同月17日のタイト北楽天ゴールデンイーグルス戦の9回表に代打で1軍初安打を記録した。ポジション登録は内野手ながら、 77試合に出場したイースタンリーグ公式戦では外野手として起用されることが多く一軍公式戦でも11試合の出場ながら二塁、三ガ外野の守備についているその一方でイースタンリーグ公式戦では2年連続で規定打席へ到達6本の本類打を放ったほか、リーグ4位の打率285を記録した2016年には2番 中堅守として、スタメンに起用された4月15日の対、千葉ロッテマリーンズ戦2回裏の第2打席で、2点的自打を放って1軍公式戦での初打点をマーク。翌16日の同カードでは、4回裏に2塁への盗塁を成功させ、1軍公式戦での初盗塁を記録した。1軍公式戦では12試合の出場にとどまったが、 イースタンリーグ公式戦には81試合へ出場。3年連続で規定打席へ到達すし、リーグ6位の打率263を記録した。2017年には4月23日からシーズン終了まで一軍に定着。2番、右翼手としてスタメンに起用された同月25日の対ソフトバンク戦では3回表の第2打席で1。 軍公式戦初本塁打を3点本塁打で記録するなど、線が広次第から2本の本塁打を放った。聖ーパ交流戦では17試合に出場し、交流戦の規定打席へ到達すると、打率と出塁率で、丸加工に次ぐ2位の成績を残したことが評価されて、日本生命賞を受賞した。日本ハムからは、前年の大谷翔平に続く受賞であった。 7月20日の大楽天戦では、同点の11回裏一死1.3塁で迎えた、打席でプロ入り後初めてのサヨナラアンダを放ち、チームの連敗を5で止めた。一軍公式戦には、自己最多の115試合に出場し、パシフィックリーグの規定打席へ、初めて到達、リーグ10位の打率、274を記録した。内野手登録ながら一軍公式戦では5試合で一塁の、 守備についただけで外野手としての出場が大半を占めた。オフの10月12日に第1回アジアプロ野球チャンピオンシップの日本代表に選出された。同年は外野レギュラー陣の一角を担ったものの一軍で二塁手を固定できなかったチーム事情を背景に周期練習から二塁手に再挑戦している。2018年は本人も 最大の目標としていた開幕スタメンを逃し、ベンチスタートとなった。太田康史締めがライトで固定された影響もありに、軍工格となった。シーズン終盤でホームランを放つなど、復調の兆しを見せが、最終的には打率220に出場54試合にとどまり前、年度から大きく数字を落とした。高校時代には通算33本塁打を記録。 2年の秋までは10本塁打だったが、冬場に筋力トレーニングを強化した結果、3年次で23本塁打を記録。もっとも自分は長距離打者ではなく、中距離打者と自己分析している。変化球への対応力も高く、入団後は右打ちやバントなど2番打者としての技術に磨きをかけている。50メートル6秒1の俊足の持ち主。 日本ハム入団後は内野手として出場するもイースタンリーグで二度にわたってシーズン最多失策を記録するなど内野守備で課題を露呈し入団4年目の2015年から持ち前の打力や瞬速を活かすために外野手へ転向した日本ハム入団1年目の2012年から一軍監督を務めている栗山秀樹は監督就任の前年まで野球解説者の立場から 熱湯甲子園のナビゲーターを務めていた園で松本を提供高校の一年時から取材3年夏の選手権全国大会で同校が敗退した直後には松本への激励を込めたメッセージを同番組の公式ブログに投稿していたキャンプやオフシーズンの自主トレーニングでは大谷翔平のサポート役を買って出るなど後輩からの信頼が厚い入団2年目に地元 川口市で成人式に参加した際には翌朝に控えていた金子誠との合同練習を優先させるべく同窓会を中座したほど野球へ取り組む姿勢も真摯である。実家の近くに港部屋があり港部屋の所属力士一の城とは交友がある。利用組合北海道日本ハムファイターズ講演会が球団とコラボレーションして毎年の最新ヘアデザインのモデルを 若手選手の中よりファン投票で選出している企画、ファイターズスタイルの2018年度モデルに選ばれた。ありがとうございます。